三国干渉。三国干渉は、1895年、明治28年4月23日に、フランス、ドイツ帝国、ロシア帝国の三国が日本に対して行った、韓国である。日本と清の間で結ばれた下関条約に、基づき、日本に割譲された両党半島を清に返還する、ことを求める内容だった。日本による、両党半島所有は、 新国の首都北京を脅かすだけでなく、朝鮮の独立を有名無実にし、極東の平和の妨げとなる。従って、半島領有の放棄を勧告し誠実な友好の意を表する。日清戦争中、日本の勝利が間近に迫ると、列強もことの重大性を認識するに至り、干渉を考え始めた。主導国はロシアであったが、 ドイツの参加がなければ干渉が実現しなかったとも言われる。西にドイツの脅威を控えていたロシアはドイツの干渉参加により東に深入りしやすくなったからである。さらに下関条約で両党半島の割譲を日本が要求していることを知った列強は衝撃を受けた。列強は新朝の衰退に乗じて新国の分割を進めてきたが、 新国内の抵抗を危惧してその動きは、未だ緩慢なものであり、戦争による賠償で得た、イギリス領香港を例外として、露骨な領有権要求は差し控えてきた。だが、日本の要求はこの列強間の暗黙の了解を無意味にするものであり、さらに清朝が渤海を挟んで、直霊、現在の河北省と向かい合った領東半島を失う、ことで、その政治的権威が失墜して、 国内の政情が不安定になるような事態の発生は各国の耐震政策を根底から揺るがせるものであった。そこでドイツやロシアは自国の耐震政策を維持するためにこの日本の要求を容認できないと考えた。講和会議の過程で日本は清志に対して開始、開口上での製造業重事件を要求していたものの 日本にはそれを実現させるだけの資金的裏付けがなかった。そこで日本は、密かにイギリスに対してのみ、この要求の事実を打ち明けて、共同経営への誘いを行っていた。これが他の列強に知られたため、この話に預かれなかったドイツやロシア、フランスの姿勢をさらに降下させることになった。サンクトペテルブルクには、イギリス、フランス、ドイツの資本が押し寄せ、 ロシアはそこで防戦を強いられていた。ロシアは極東進出のために不登校が必要であり、南下政策を取り、満州における権益拡大を図っていた。ロシアは両東半島を日本に奪われることで、南満州の海への出口を失うことを恐れ、日本の満州進出阻止を目論んだ。当初、日本が朝鮮の独立を尊重するならば、 両党半島は日本に割上されても良いと考えたが、セルゲイ・ヴィッテの登場により、極東に艦隊を派遣するなどを干渉に入り出した。同じく心の分割に関心を持つイギリス、フランス、ドイツの三国に提唱し、富津、ドクの賛成を得て三国による勧告を行った。1895年、三国干渉により、東アジアにおける、 第2の不登校となる旅順咀嚼を獲得。海戦初期は極東に対し消極的であったが、戦局の推移や列強の動向の変化により、極東に自国の拠点を得る機会が到来したと認識するようになった。4月6日の時点では、講和条件に異議なしと日本に伝えたが、首相法院堂盟や外相マーシャルは列強との共同行為を提案し、 最終的に、元中心講師、マックス・フォン・グラントの意見書、4月8日を皇帝ウィルヘルム二世が受け入れて、ロシアと共に干渉することになった。前述の意見書によると、ロシアとの共同行為は、恩を感じた新国から、艦隊や助短所の活動、または、咀嚼ができる、唯一の可能性を与えるものである、と認識されている。ドイツの参加理由は、 露出の接近を妨害すること、ロシアの注意を東に向けて、欧州における脅威を減らすこと、ドイツ自身の極東への野心、また皇帝が主張した、降下論などに基づいている。フランスは、ロシアとドイツの緊張緩和は自国にとっても安全だと考え、さらに1892年にロシアと秘密同盟、露仏同盟を結んでおり、その実行のため、ロシアと協力した。 ロシアとドイツはイギリスにも共同行動を提案したが、世論を理由に干渉を拒否し、アメリカもまた、日本に、好意的だったが、局外中立を崩さなかった。こうした干渉に対し、首相、伊藤博文は、列国会議開催による処理を提案したが、外務大臣、陸奥宗光は、会議によって、さらなる干渉を招く恐れを主張し、イギリス、アメリカ、イタリアなど、 他の列強の協力で韓国を牽制し、撤回させようともくろんだ。しかし、英米が局外中立を宣言したため、5月4日、日本はやむなく韓国を受諾した。日本では、韓国を受諾した政府に対して世論は激しく、反発したが、日本政府は、過信焦誕をスローガンに、国民反発を対ロシア的対心に振り向けて66。 艦隊計画をはじめとする軍閣を進めた。三国干渉は日露戦争のきっかけに直接間接の影響を与えた。当時からこれは露、毒、フッツからの外圧に負けたことであり、この三国干渉を読めなかった、陸ネ宗光の失策であるという批判が存在するが、中塚明は陸ネ宗光の解雇録の研究によって否定している。中塚によると、 道の区はロシアからの外圧をあらかじめ読んでおり、それを織り込み済みの上であえて、下関条約で両党半島を清に要求していたという。ただし、道の区は三国干渉の黒幕をロシアと読んでいたが、実際にはドイツ皇帝のビルヘルム2世だったとしている。これは、イギリスと長くグレートゲームを戦っていたロシアは、不登校を中央、ヨーロに求めることを諦め、 アジアに注目している。そんな折に、アジアで新国と日本が戦争をしたら、その結果に対して必ず、何らかの形で口出しをしてくるはずだと予見していたという。列強は、この干渉以降、アヘン戦争で、香港を得た、英国のように、中国の分割支配に、本格的に乗り出すことになった。列強は、清志に対して、対日賠償金への借款供与を申し出て、 その見返りに次々と咀嚼地や、鉄道不設権などの権益や、特定範囲を他国に咀嚼、活用しないなどの条件を獲得していった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。